どうも、こんちゃでございます。こんちゃでございます。本日は、バーッとぶつかっちゃった。ラーメン食うんだけど、また激辛、激辛味噌ですね。辛さレベル5、カップヌードルの激辛味噌ってやつですね。濃コクコクうま激辛味噌、辛さレベルがですね1、2、3、4、5って5段階あるんですけれども、最大の5番目というですね、超激辛です。しかもサイズがビッグですね。つまりこれを何かっていうとですね、最も辛いマックス激辛で、ビッグということですね。大量に激辛を食うという危険な食べ物でございますね。カップヌードル激辛ビッグ、こちらをいただいていきたいと思いますんで、命がけでございますが、頑張っていきたいと思いますね。僕ちゃんの、相棒カエルちゃんもですね、ちょっと心配そうにくる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 って、くるくるくるってこんな感じでございます。じゃあ早速ですね、お湯を中に入れていきたいと思いますね。あんまふざけてるとお湯がですね冷めちゃうんで、そういうことはやっぱね、あれですね。ちなみにカロリーがですね、カロリーは書いてねえな。はい、カロリーは、499キロカロリーですね。499キロカロリーなんですけど、多分ですね、カプサイシンというですね、痩せる要素が山のように入ってるので、実際は食べると痩せると思いますね。まあ実際ね、500キロカロリーですね、取ってですね、まあ太るかっていうと、まあ太らないわけなんですけど、まあ仮にですね、500キロカロリーこれで取ってしまって、カップラーメン食って、まあ太ったとしても、痩せるような思いはできると思いますね。なぜ激辛5倍だぜ、5倍。もうね、匂いから、辛いね。辛いですね。もう、匂いからしてですね、非常に辛いなっていう感じがするんで、まあ、危険だと思います。間違いなく危険ですね。しかもですね、この辛さがですね、こう強調するような、ものっていうのは、大抵ここに辛味スープとかですね、なんかこう、唐辛子セットとか、なんかこういう別の袋がついてて、それを入れて、辛さを調整できるようになってるのが一般的なんですけども、これはですね、何もないです。何もなくて、ただただ、辛さレベルマックス5。辛さ段階が1、2、3、4、5ってあるらしいんですけど、その一番強い辛さレベル5をですね、まず、問答無用で、経験してください。他に選択欄はございませんって、まあ、そういった仕組みになってるわけでございましてですね、非常に怖はございますね。で、一応ですね、例によってコーラですね、炭酸飲料を飲むと辛さが軽減されるというものがありますので、コーラでございますね。あと一応ですね、トマトの方もですね、用意させていただきました。93円でね、安売りの見切り品のトマトがあったので、これも一応危機管理のつもりで、買ってきたわけでございますね。でもこれは邪魔なんで、こっちへ置いとくとね、これはもうこっちの方へ置いといて、下手に暴れてひっくり返すとまずいからな。いや、ちょっと遠くに置いとこう。危険だ、これ。なんかひっくり返すと危ないですからね。ちょっと遠くへこう避難させて、これはもう使わないので、画面の外にこう避難させておくということですね。じゃあ早速ですね、いただいていきたいと思いますね。非常に危険でございますね。蓋をまず全部取っちゃうんですね。うわ、すげえ。このご覧いただけます？この唐辛子のこの塊みたいなですね、ののですね。そして、ビッグサイズ。大丈夫なんかな？でもね、辛いこと以外は普通のカップヌードルのビッグですね。ただ味噌味なんだよな。あ、量がすごい多いね、やっぱね。量もすごく多くて、かつ辛さレベル5倍激辛ということで。じゃあ早速ですね、いただいていきたいと思いますね。軽くいきたいと思います。あ、やっぱじわじわきますね、辛さがね。今までの激辛も全部一緒だったんですけど、最初のね、二口三口ぐらいまではね、あ、ちょっとピリピリするなぐらいなんですけど、このピリピリ感がですね、だんだん、溜まって蓄積してきてですね、最後には耐えられなくなるというのがですね、大体のパターンで、結局ですね、量が多いと危険なんですよ。だから、ある意味ですね、スズメバチと一緒です。スズメバチって、
あの姫スズメバチっていうのと、あとオオスズメバチっていうのがいて、あのどっちも刺されると危険なんですけれども、そのヒメスズメバチっていうのはあの毒がものすごい強力なんだけど、蜂自体がちっちゃいんで送り込む毒の量は少ないらしいんですよ。まあそれでも危険なんですけど、ただですね、オオスズメバチはあのヒメスズメバチよりも毒の量が多いらしいんです。ヒメスズメバチよりもその毒は弱いんですけど、オオスズメバチはその毒の量が多いらしいんで、ものすごく危険なんで、危険度は一番危険なのはオオスズメバチで、次はヒメスズメバチらしいんですよ。そういうことを例えるとですね、その最も辛くてその最も量の多いビッグサイズのこのカップヌードルっていうのはですね、オオスズメバチとヒメスズメバチのですね、両方の危険を合わせ持った危険なスズメバチとある意味一緒かなみたいな、まあ、そんなことも考えられるわけです。で今まだ余裕持ってヘコヘコ話してますけど、これ食べ進めてる間にですね、多分だんだんきつくなってくると思うんですよね。のちょっとですね、唇の周りがヒリヒリし始めてますね。じゃあちょっといただきます。あ、徐々にきますね。徐々にですね、段階的にきますね。で、だんだんこう熱くなってくるんですよね。要するに、あれ、タオルがこの辺にあったな、タオル。これ、絶対ですね、そうだ、タオル。タオルが必要でして、こう、汗をかきながら食べていくってことはですね、極めて重要でございますね。これは冷や汗でもあり、体が温まってきた証拠でもあり、そしてやっぱりなんでこんなものを僕は食べてるんだろうという、後悔のね、そういった面もあるわけでございますね。じゃあ、いただきます。ああ強くなってきましたね。すごいやっぱこうピリピリしますね、だんだんきつくなってくるんで、ちょっとコーラを。危ないですね、危ないですね、本当にこう。こうだんだん口の中に辛さが溜まってきて、そして最後にですね、耐えられない一線をですね、まあ、超える瞬間っていうのがあるんですよね。それが本当に怖いですね。多分全部食べきる前にその一線を超える量だと思います。はい。つまり辛さの危険っていうのはですね、辛さの強さだけじゃなくて量なんですよね。だから辛いだけじゃなくてその量にも比例して危険度が増すということですね。うん。だんだん来ましたね、だんだん来ましたね、だんだん来ましたね。やっぱ辛いですね。でちょっとトマトもやっぱり準備していきたいと思いますね。トマト食うと結構ですね、辛さが軽減されます。これは間違いないです。トマトはいいですね、やっぱり。あとなんか牛乳とかヨーグルトもですね、割合いいらしいって話聞いてるんで、まあその辺もいろいろこれから実践していきたいと思いますが、かなりきつくなってきましたね。ちょっと行きたいと思います。失礼しました。ちょっと今すごいのが来ました。今すごいのが来て、本当ちょっとお見苦しい点をお見せして申し訳ございません。今まずかった。本当に今やばかったです。じゃあ、まあ大丈夫です大丈夫です。でも僕は男の子なんで、大丈夫です。57だぜ俺。はい、大丈夫です。もうともかく一気に飲み込もうっていう気持ちが大事ですね。なんていうか言葉をし、なんていうの、とりあえずいただきます。こう喉に刺さる、喉に刺さるような辛さっていうんですかね。ものすごく
なんていうかな、喉の奥にこうトゲを突き刺したような痛みですかね、があるんだけど、それがなんていうかな、こう広がっていくような感じですね。これがやっぱり激辛というものですね。本当にいただきます。なんかもう涙が出てきましたけど、大丈夫です、大丈夫です。男の子ですから、僕はね、男の子なんで、なんかもう一線は間違いなく超えてると思うんですよ。で、このスープが結構麺はさらいたんですけど、スープが残ってるんで、やっぱこれはですね、やっぱ全部食わないと男の子じゃないなみたいな、やっぱ男の子なんで、全部飲み干したいと思いますんで、ではいきます。うわ、麺以上にきついですね。なんかこう液体が、このアパートすごい壁が薄くて、お隣さんもいらっしゃいますので、あんまり騒ぐとですねまずいので、今声を上げてでかい声で死ぬと大きい声で今僕は叫びたかった。こんな食べ物を食べたら死んでしまうと、そういうふうに叫びたかった気持ちを必死でこらえながら、なんか口の中全体が辛いというようにして、口の中の喉の奥と、あと唇ですね、この2つがものすごく痛くして、あと舌はですね、一部分だけすごいピリピリしてるような感じなんですけど、まだ残ってるんで、やっぱり男の子なんで、飲み干したいと思います。死んでしまいそうです死んでしまいそうですが、まだ残ってますので、やっぱり全部飲み干すって決めたので、やりきりたいと思います。なぜなら僕は男の子だからです。男の子なんでやりきります。決めたことはやりきる僕ちゃんでございます。行くよ、カエルちゃんも多分応援してくれると思うんで、まあ、カエルちゃんジャーンみたいな感じでやっていきたいと思います。行くよ、まあこれ急いで食うと危険ですね。だからゆっくり時間をかけていけば、多分その要するに食べ続けてるとどん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 辛さ度合いが増してくるんだけど、時間経過としてこう弱ってくるわけですね。そしてさらにまたこういっていくと、食べるとこうなってこうなってこうなっていくって感じで、要するにこういう形でやっていけば、この超えちゃいけない一線は超えられると、超えることがないと、いうようなことだと思うんで、一気に食べるとグイン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 って帰りちゃんジャーンみたいな感じになるので、時間を置けば大丈夫なはずですね。それであとはもう一つは自己暗示ですね。これは辛くない。これは辛くないんだと。だって同じ
要するにこれ赤い激辛なんですけど、同じ赤い激辛のトマトなんか、うん、全然辛くないですよね。うん、だから、うん、だからトマトだと思ってこれを残りこれいただければ多分ですね、あの辛くないというふうに思えると思うので、辛くない、辛くない、これはトマトだ、辛くない、実際ここに激辛って書いたんだけど、辛くない辛くないとこう思い込みながらこうかき混ぜつつ、辛くないやこんなのは辛くないよっていう、そういうことを思いつつこう、最後いただいていけば多分大丈夫だと思うので、あ、辛くない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 、あ、辛くない辛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 い、辛いです辛い、辛いです、辛いですね。やっぱり辛くないと思っても辛くないんで、あの、うん、いや辛い、ね、もう頭の中すっちゃかめっちゃかになってますけどね、辛いですね。どうしようかな、うん、でもあと数口なんで、食べきりたいと思います。僕は食べきるって決めたんでやりきります。やっぱ決めたことはやりきる、なぜなら僕は男の子だからってことですね。じゃあ行き、あ、ちなみに57歳でもうすぐ還暦です。はい、じゃあ行きたいと思います。じゃあ行くよ行くよ行くよ、よし行くぞ行くぞ、よし。なんかこう混ぜてるとこの中にこの唐辛子の赤いもんが浮いて見えるんだけど、それはですね、あのこのトマトの皮だと思えばまあ大丈夫ですね。じゃあ行きたいと思います。行くよ。うわ、いや最後に残ってたの一気飲みしたらものすごいきました。でもね、食べきりましたよ。俺は食べきった。皆さん僕にお褒めの言葉を一つ、僕ちゃん頑張ったということでね。いやー、うん、きついな。まあきついけどとりあえず、ごちそうさまでした。